眼科医の平松です。今日は緑内障の点眼薬タプロスの黒ずみについてお話ししようと思います。タプロスの点眼液っていうのは緑内障の系列でプロスタグランジンの関連といって、キサラタンとか、そういうのの仲間なんですけれども、やっぱりね、目の周りが黒ずむっていうのは多少あります。じゃあルミガンと比較するとどうなのかっていうと、ルミガンっていうのは、一番効くんだけど、むしろ黒ずみはめちゃくちゃ出ますね。タプロスはね、そこまでではないとは思います。ただ黒ずまないかというと普通に黒ずみますね。なので私としては、黒ずみがどうしても気になる方の場合はタプロスを変えて他のに切り替えていくっていうのはあります。でタプロス黒ずんじゃったらもうダメなのっていうと、そんなことないですね。やめて他のに切り替えていくと、黒ずみが綺麗になってくる人もいます。はたまたまぶたをしっかりケアしたりとか、ついたままにしないように洗ったりとかすることで薄くなったりとかしていく方もいるので、ちょっとそこら辺は気をつけてケアしていただけるといいと思います。その他目薬とか何か疑問とかありましたら、ぜひコメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。